こんばんは、須田美希のキミダス。番組パーソナリティ、社会保険労務士の須田美希です。この番組は日頃抱えている職場の悩み、働くことに関する相談にお答えしていく番組です。新年明けました。明けてからだいぶ経ちましたが、皆さんどんな1年にしたいですか？私はみんなが幸せに働けるように今年も頑張ります。そのためには私自身が楽しく過ごします。ということで、番組でも新しい新コーナーが、新しい新コーナー一緒だよね楽しい新コーナーが始まります。有限会社須田美希というコーナーです。また後ほど。そして今夜はゲストに社会保険労務士の柴典子さんをお迎えしてお送りします。イエーイ。さっきですね、柴さんと私は午前中サックスの練習をしてきました。収録している本日は1月10日なので、オンエアの日はもう終わってしまっているイベントなんですが、1月14日に音楽会新年会というのがありまして、そこで私と柴さんサックスを吹くので、さっき練習をしてきました。次回の放送で、2月の放送でその模様をお伝えしたいと思います。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。職場での悩みなどお待ちしています。そして今月から始まります新コーナー、有限会社須田美希へのお便りもお待ちしております。メールは 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp。 ファックスは 03-5670-5332 03-5670-5332 まで送ってください。それでは2017年もよろしくお願いします。この番組は渋谷区代々木、いつもあなたの隣にいる柏木社会保険労務士事務所の提供でお送りします。今月の君出す。このコーナーは素敵なゲストをお招きして素敵なお話を聞き出しちゃおうというコーナーです。今夜のゲストは社会保険労務士の柴典子さんです。よろしくお願いします。社会保険労務士の柴典子です。よろしくお願いします。旦那一人、子供一人、大志座大型です。よろしくお願いします。大志座大型なの？そうそう。あ、一緒だ。え、マジ？いや、ちょっと怖いよ。大志座大型。あとね、さっき喋ってて長女っていうのも、そう、うわー、なんか同じ匂いがすると思った。もう最初からしてたけど。そうなんだ。私5月14日生まれ。え、私5月3日。あ、本当？怖ー。そうなんだ。いや、さっきね、長女ネタで盛り上がったんだけど、須田事務所に相談に来る、職場で困ってます、悩んでますっていう人は大体長女なんですよ。そうですよね、長女ってね、長女屈折するよね。屈折しますよ。そう、長女って結構親からの期待とかをすごい背負うじゃない。そう。え、何人兄弟？うち3人兄弟の一番上で、弟妹2つずつ違ってて、うちもうちは2人兄弟で下妹で、なんか下って伸び伸び育つじゃん。そう。で、なんか下って言われてもへへみたいな感じなんだけど、上は、あ、親がこういう子に育てたいとか、こういう学校に行ってほしい、こういう会社に入ってほしいとかいうのをすごい真面目に守るよね。もう一心に受けて、そう、一心に受けて、期待に応えようとね、うん、そう、頑張っちゃうんですよ。頑張って、で、あと親もこう、あなたはお姉ちゃんだからっていう感じで子供の頃から話すから、うん、すごい大人の会話を親がしてくるじゃない。してきますね、うん、だから子供の頃から結構、いろんな物事を真剣に、これはどうしてこうなんだろうとか、内心悩んでるんだよね。すっごい悩むし、ケーキ切ったやつ大きいの下の子にあげなきゃいけないとか、そういうなんか変な責任感とか。そう、責任感、ね、そう、何あれ。そう、責任感すごい強くて、でそれでいろいろ悩んで、割と悩んでるのに、なんかそれを分かってほしいんだけど甘えベタだから、私すごい今悲しいのとかすごい困ってるのって言えないんだよね。言えないから、自分の中でどうにか消化しようとして、人に相談するとか基本ないじゃん。ない。逆に相談受けちゃう方なんですよね、うん、そう自分もすごい悩んでるのにすごい相談されんの。すごい真剣に聞いちゃって映っちゃうの、うん、そう映るのそうそうそう。でそれでみんなからの相談を受けて、で答えるからまた相談に来て、すごい頼られるんだよね。なんだろう、なんか芋づる式にね、そう、うん、ずるずると。で、それで自分もすごいどん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 悩みが大きくなってって、でも私はお姉さんだから頑張らなきゃみたいな。そう、みんなのために、ね、
で、あの周りからすごいいい子って、もう周りのご近所でも評判のいい子、うん、だったでしょ。本当にあのご近所、こんにちはってもすごい笑顔で、もう営業みたいに、なんか私もちっちゃい時からミキちゃんみたいになりなさいみたいな。だからそう言われるとますますいい子でいなきゃみたいな、うん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 、でやんちゃはしないんだよね。しない。でもしやってもなんかミキちゃんがそんなことするはずがないみたいな、うん、っていう目で見られるの。そう、そうだから もっと自由に弾けたかったんだけど弾けられないっていう、うん、同じですよ。 で、うん、それで妹とか弟はそんなの気にせず自由に、うん、やんちゃにね自由に生きているから大人から見るとそういう子って可愛いんだよね。可愛い。なんか妹なんてあの昔なんですけどちょっと家で2年ぐらいしてたことあってでも私そんなのはもう信じなかったから。あ、もうお姉さんはそんなことできません、できません。もうなんか一生懸命親の手伝いしてましたよ。そう、で、うん、親が家事をしてると、あ、私もやんなきゃとか手伝わなきゃって思うけど、したってポケットしてるじゃん。ぼーっとしてんね。あ、なんでぼーっとできるんだろう、羨ましいとか。そんな私には分かんない。それが会社に入っても引きずるんだよね。で、会社に入ってなんかその長女の人から相談を受けるのって私がやりましょうとか、うんうん、あのこういうことした方がいいですかとかすごい上司にあの提案したりこうあの私やりますからとか言うんだけど、なんか会社ってできない人とか甘えてくる人の方が何でも聞く人の方が可愛いじゃん。そう、そうなんですよ。だから、なんかいや私全部できますからっていう人は可愛くないんだよね、先輩から見て。ねえ、そうなんですよ。特に女の先輩から全然可愛がられない。この間もちょっと話したけど女の時はやっぱ女ですよ。あ、ねえ、だよね。怖い、女怖い。そう、でも、うん、こう長女って見た目すごいしっかりしててできそうに見えるから面接とか通るじゃん。めっちゃ通りますね。そう、うん、で過度な期待をされるんだよね。あで、あなたはすごくできるからもうぜひうちに来てほしいとか。私面接で落ちたことないのね。あ、すごい、うん、でも大体通るでしょ、柴さんも。大体通ります、うん、で入ってあなたすごいできると思ってたのになんでこんなこともできないのとか言われるんだよね。へ、うん、あ、でも言われるでしょ。あの、うん、でも今の事務所でめっちゃそれ言われてて、うん、え、なんか私こんなはずじゃなかったとか。そう、私もなんか、うん、あなた期待してたのに全然とかって言われてきたのね。そうで、いやそんなに私期待されるほどもともとそんなアピールもしてませんけどって、うん、ね、そうそう、なんかそれそちらの勘違いじゃないですかって言いたい、うん、でも見た目がしっかりしてるからそう、やってくれるだろうとかね。 それで屈折してじゃあ頑張るぞってこういう提案しましたとか言うと、いや鬱陶しいからみたいな。あーねー、うん、なんかそんなのなんか言われなければやらなくていいのよとか、ね、どういう意味か分かんない。そうだからそうやって会社で私こんなに頑張ってるのにすごい煙たがられるんですみたいな相談が多くて、うん、でも次転職活動今してるけどそれはすんなり通るんですとか。あ、転職はどんどんできるんだけど入るとまた絶対思ってたのと違うみたいな。あ、それあのスパイラル入っちゃってますね。そう、あ、私ね付き合った男性もそうでなんかすごいきちんとしてそうとか思ったら、あのきちんとしてる人が好きな男性がこ、うんうん、あの告白してくれたりして、うんうんうん、で付き合ったらなんか違うみたいな。あ、告白されて振られるっていう感じ。なんだって、うんうん、で会社もそう、あの会社から告白されて振られるみたいな。ぜひうちに来てください、もうあなたみたいな人を待ってたんですって言われたのに、うんうん、入ると解雇されるっていう恋愛と仕事は共通しますね。しますね、本当です ね、 ね、うん、そっか、柴さんも長女の屈折をだから、うんうん、で長女って自分で何でもできちゃうじゃん、うんうん、やっちゃいますよね、大体ね。だから、ね、そういう人って会社員合わないんだと思う。合わないかも。うん、なんか本当今まさに思ってますね、うん、今辞めようと思っている柴さんです。そうです、そう、あのオンエアの頃にはもう辞めてると思います。思ってます。もう多分あの明日には、あ、そう、今 ね、うん、言ってますね、うんうん、でだから早く社労士の資格持ってるんだから早く開業しなよって言ってるんだけど、なかなかまた転職しようとしてるんですよ皆さん。しかも今日ここに来る前にどこに行ってきたかって、あの税務署の面接確定申告だから、うん、その長女気質も満載の柴さんは役所合わないっつってのにね、もうそこでもね多分めっちゃ頑張っちゃうんだろうなと思って、ね、そう、それでめっちゃ頑張って、うん、私こういう提案をしたいと思いますって言って、いや提案とかうちいらないから、うん、税務署だしみたいな、言われたことだけやってないよみたいなね。でまたへこんで私できないかもと。そう、またスパイラル、スパイラル。いや絶対開業した方が
いいですよ。まあ、あの柴さんの悩みはまた後ほどということでここで一曲お送りしたいと思います。ザ・トートでウェルカム。居酒屋須田美希。このコーナーは私須田美希が居酒屋のおかみになってリスナーさんからのお悩みに答えていくコーナーです。今日はなんとゲストの柴さんのお悩みに答えたいと思います。よろしくお願いいたします。本当に労働相談で。そうじゃ あ, ガチな相談で、はい、どんなことに悩んでるんですか。私社会保険労務士目指したのってすごい、自分がもうセクハラパワハラマタハラもう一通り経験してフルコースフルコースで同じ思いをねしてる人をやっぱり助けたくって、一生懸命勉強してで素晴らしい去年特定社会保険労務士もね受験したんですけど、本当に夢を持って去年社労士事務所に入ったんですけど、私は一生懸命やってるのに なんていうのかなこうあんまりなんかこんなことも間違えるのみたいな、でなんかやっぱり女の人って特有だと思うんですけどこうマウンティングがすごくて、でなんか鼻で歯とか現れたり歯とか嫌だよねすっごい嫌 で、で今なんか朝その話聞いてましたよねとかって言われて私聞いてないんですけどとか言ったらなんか記憶障害ぐらいな勢いで笑われてでその後他の人に確認したらそんな話してないとか言ってでもさっき私に聞いてましたよねとかってバカにしたみたいに言った人はもうなんかシカトして仕事してるしなんかすごいこう見下してくるっていう、でも今までの職場ではそういうことなかったんでしょ。全然なくて逆に
こんなところにいたら、あ、今ってやっぱり、ね、日本って女の人がこう偉くなっていくのって難しいと思うんですけど、うん、やっぱり大きい企業にいたので、うん、あの野村不動産グループって言っちゃったんだけど、うん、大企業、うん、いたんですけど、あのここにはもったいないって言われて、うん、でどんどんあの銀行との交渉とか、うん、その相手方の会社との交渉とかもどんどん一人で やらせてもらって、もう3つぐらいプロジェクトを並行して進めたりとかもやらせてもらってたんですけど、うんうん、なんで私こんなできなくなっちゃったのと思うぐらい、あの、うん、なんかすごいもう自信喪失 で今までの、うん、いた会社っていうのは割と提案とか営業とかコミュニケーション能力を求められる仕事だったんでしょ、うん、もうあのお客さんからもバンバン電話かかってくるし、あのもう本当に人間関係うまくやっていかないと、 もちろん仕事どんなとこもそうだと思うんですけど、やっていかないと仕事が進まないし、あの当たり前だけど職場環境も悪くなっていく、みんながみんなすごいちゃんと気を使ってきちんと仕事をできるところだったんですけど、それで、そういう提案とか、うん、コミュニケーション能力とかが評価される、うん、だからすごく仕事ができる人なはずなのに、と思ってたんですよね自分では、でも今の職場では、なんかこんなのもできないのとか、言われてはと言われたりはとか、なんか電話で間違えて、あのじゃあ先生に聞いてみますって言っちゃって、あ先生って言っちゃったと思ったら、今先生って言いましたよねとかって、なんかすごい、もう上げ足を取ったり、こうちょっとのことでもなんか あなたがこんなこともできないのか、なんでこんなミスをするんだみたいな、すっごい言われて、あなんか一回すごい悲しくなるよね。悲しい、なんで私ってこんなにできないんだろうって、で私も同じ経験があって、で割と営業成績いい職場にいて、そこから あまり営業力は求められない仕事を職場に行ったら、なんでこんなこともできないのとか言われて、だからね、つまりあの今の職場が合わないってことだよ、ね、そしてまた似たようなところに行こうとしている。なんか相談者でもよくあるのが、あなたの性格でその職場って合わなくないっていうのが多い。で合わないのにまた同じような職場に行くっていうのが多いんだよね。合わないって多分自分でもどこか思ってるんだけど、でもなんか合わないんだけど、そう合わないって思いたくなくて、私はどこでも通用する人だと思いたいから、そうだからまた同じところで再挑戦したいって思う。リベンジリベンジ、そうそうリベンジしたい、でももともと合わないんだからリベンジできないよ、してもねダメなんだなって。そう、あなたのその能力を求められていないって、他のところもっと提案をせずに言われたことだけをきちんとするっていう人を求めていますっていうところで提案とかすると、いやあなた本当鬱陶しいからみたいに言われるし、そうで逆に言われたことだけ をきちんとやるっていうタイプの人が、提案しなさいとか自分の思ったようにやりなさいっていうところに行くとすごい苦しくなるし、なんかそこで屈折してしまう方って相談者に多いんですけど、でもやっぱり同じような職場を選んじゃうんですよね。リベンジしたいんだな。でもやっぱり適材適所ってあるのかな。あるあるある。だからなんか相談受けていて、私会社ですごいダメって言われて、もう辞めさせるって言われたり、もう使えないって言われるんですっていう相談来た人に同じように聞くと、今までの職場ではそういうことなかったっていう人が多くて、話し方とかも、あとメールのやり取りとかもすごくきちんとされてるのに、なんでそのあなたがそんなにダメって言われるのっていうと、言われたことだけをやってればいいのに、なんでそういう提案をするんだって言われて鬱陶しがられてるとか。そうなんですよ。だから細かいね、本当入ったばっかりの頃に、カッコを使わないで鍵カッコを使えとか、そのファイル名の間にここに半角スペースを入れるとかが、私にはちょっと理解できなかった。でもなんかそういう鍵括弧を、どの種類の鍵括弧を使って書類を作るかとかいうのに、すっごい几帳面な人は合ってるんでしょうね、その職場が。でしょうね。私たち括弧、括弧どうでもいいんだよね。括弧どうでもいいの、内容そう そんなのに神経注ぐんだったら、ちゃんともっと内容見たいですよね。ね、だから、合わないから早く開業しなよ、そうしようかな。オンエアの時に開業してるかもしれないけど早っそうだからもっと交渉力とか、コミュニケーションとか話術とか、そういうすごいね、
あの柴さん本当に人の相談をよく受けるタイプだから、そうそうそういうお仕事の方が合ってると思うのに、なんでこう決められた書類だけを作る仕事をしてんですか。だから前から言ってんじゃんね。1年前から言ってんのに。やっと気づいた。1年経って1年経っちゃったよ。本当ですね。ということで皆さんも適材適所ということで、もし今この職場で合わないかもっていう方は、オンエアの時にはすでに開業しているであろう柴さんにぜひご相談ください。ぜひお待ちしております。以上、居酒屋須田美希でした。有限会社須田美希。このコーナーはあなたの理想の会社を送ってもらい、有限会社須田美希を理想の世界で一番の優良企業にしようというコーナーです。このコーナーも柴さんお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。例えばね、部下が斉藤匠とか、もう絶対もう休みの日も休まず行くよね。あ、もう行くいないっつーの斉藤匠ね。お便りを募集したところ、こんなご意見がありました。こんなねアイデアがありました。例えばお昼寝タイムがあって、お昼寝寝ないといけない、なんかそういう海外でそういうところはある。あ、シエスタね、 ありますよね。うんうん、もう絶対寝なきゃいけないって。あ、いいよね。絶対あの午後のね、あの効率も上がると思うんですね、仕事効率も、ね、そう、うん、2時ぐらいってすっごい眠いじゃん。眠い、超眠い。もう一番嫌なやつ。書類書く仕事なんて手がダーってなっちゃって、うちの妹なんか電話出ながら夢見てましたよ。そうだから寝る、私はね、そこにね、さらになんかイチャイチャしてね、斉藤匠がいればね。あ、いいですね。斉藤匠とイチャイチャしながら寝れる会社。素敵。斉藤匠がローテーションでイチャイチャしてくれる会社。ね、もう時間決められてね、はい、次入ってみて、ね、いいよね。いい、絶対やめないよね。どんなパワハラがあっても絶対やめない。やめないかも。1ヶ月に1回のイチャイチャタイムを大事に。素晴らしいですね、うん、それを心待ちに頑張れる、うん、間違いない。間違いないよね。私はあの動物ともイチャイチャしたいです、ね、あ、いいよね。動物がいる会社、イグアナとか。あ、うちトカゲ飼ってるんですけど、めっちゃ本当本当にすっごい可愛い。そう、本当に飼ってるんだ。本当、あのこの間トカッペットの上でね、温まってましたよ、うん、いや寒いから、うん、じゃあいつ尻尾を切るかなってみんなで。あ、ね、ドキドキしながら待ってこうトカゲに色をつけてみたりしてね。可愛い、可愛い、柄とかいいね。動物を飼う会社とか、あとね、まださっきサックスの練習してきたから思ったんだけど、会社でバンドが、バンドタイムがあって、なんかすっごいなんかいつも険しい顔をしてる上司が、なんとバンドでギターを弾きながら歌が超うまくてキュンキュンしてしまったとか、うん、ねえ、もう絶対ファンクラブ作っちゃう、ね、もうでその1時間は絶対みんなバンドでイエーイとか言って騒がなきゃいけない。ね、いいね。さっきもね、練習した時に、普段はまさかピアノを弾けるはずがないと思ってた男性が、ね、一緒に練習してたんだけど、まあ、あの うちの、ね、この番組のスポンサーなんだけど、そうですね、3割増しかっこよく見えますよ ね、うん、3割、100割 100% 増した倍だよね。そういう会社がいいかなと、ね、うん、いいですね、っていう感じでですね、あのそんなの実現しないじゃないかっていうのでも、むしろそういう方がいいかな、うん、意外性があって、うん、ね、うん、そういうのをお便りをお待ちしております。こんな感じでですね、このコーナーはあなたが思う理想の会社を募集していますので、じゃんじゃん送ってくださいね。宛先はエンディングで紹介します。以上、有限会社須田美希のコーナーでした。来ました、須田美希の君です。お別れの時間となりました。柴さん、いかがだったでしょうか。楽しかったです。あっという間だったね。あっという間ね。うちの旦那すごいこの番組のヘビーリスナーなので。お、旦那さん聞いてますか。ね、もうあの私より須田さんのことしてると超キモいんですけどね。そこに自分の妻が出ると聞いたらもう、あ、もうキュンキュン、ね、もうさらに愛されちゃって、もう家でも BGM でかけて今日の放送ずっとかかってんのね、食事中。いいかもいいよ。
ということでですね、今回も美人社労士お呼びしたのでスタッフももう萌え萌えで。やあ、どうもどうもどうも。という感じでですね、なんか須田美希のキミダスは綺麗な社労士関係者とかも女性じゃないとゲストを呼べないんじゃないかみたいなハードルが高くなってしまって大丈夫か大丈夫、ちょっと健康かという感じですけれどもね、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。働く上でふと質問に思ったこと、まあ、疑問に思ったこと、お悩み、その他取り上げてほしい話題など何でも OK です。宛先です。メールは 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 03-5670-5332 03-5670-5332 までお待ちしております。楽しかったね、本当あっという間だったんですけれども、うん、次ゲストで私呼んでほしいっていう人も大募集しておりますので、うんね、私に直接電話とかで出たいんですけど、もちろん男性でもいいよ、うん、別に美人じゃなくても美人な美人じゃなくてもとか言って応募してきた人ひどいよね。でも YouTube ね、私今日バットマンの T シャツ着てるんだけどね、生放送で聞いてる人は、生放送というかオンエアで聞いてる人は見れないけど、うん、はいはい、次の日から YouTube でアップされるんでそこで見てください。はい、今日のゲスト社会保険労務士の柴のり子さんでした。ありがとうございました。須田美希の君です。次回は2017年2月23日木曜日の9時にお会いしましょう。お相手は社会保険労務士の須田美希でした。皆さんさようなら。この番組は渋谷区代々木、いつもあなたの隣にいる柏木社会保険労務士事務所の提供でお送りしました。